はい、こんばんは、清水です。今日はちょっと動画で足首の状態を説明しようと思います。ちょっとね、まずはじめにちょっとこれなんか血まめがすごいあざみたいになってるんですけど、血まめです。これ汚くてすいません、先に謝っておきます。で、今足首の状態なんですけど、手術して、2週間ほど経ちました。手術して、そうですね、2週間以上経ちましたね。はい、というところで、今この角度なんですけど、約何度ですかね、110度ぐらいだと思うんですけど、今この角度からこの角度ぐらいしかねできないんですよね。ここから頑張ってこの時点でもう突っ張ってます、アキレス腱が。なんでもうこれ以上はちょっといけないですよね。なんでまだこの状態です。でここからリハビリ、時間が経つのと、リハビリをしていってもう直していくっていう感じです。で、これ装具です。装具これをこのようにはめまして、普段は靴下履いてるんですけど、今はね、動画撮影なんで、このようにですね、装着すると、これが立てるんですけど、これ傾斜ついてるんです、ちょっと。傾斜ついてるんで、アキレス腱の角度が、こっち側に行かないようにね、なってるんですよね。で、これが、この装具が、ここから今、これ以上行かないようになってるんで、安心して足つけます。こっち側は行くんですけど、こっち側には今行かないようになってるんですよね。で、ここからリハビリしていって、アキレス腱治っていけば、この角度をもうちょっとこっちにずらし、ちょっとずつ調整してずらしていくっていうような感じで、装具です。なんで、これからね、リハビリしていって、足治っていくように頑張りたいと思います。じゃ今日は今、足首の状態の説明でした。ありがとうございました。